もう何度この光景を目にしたでしょうか。野党の皆さん、はっきり言ってもううんざりです。できもしないのに、対案もないのに、ただ不安だけをかきたてる野党の皆さん、もういい加減にしてください。民主党政権の負の遺産の尻拭いをしてきた安倍総理に感謝こそすれ、問責決議案を提出するなど全くの常識外れ、愚か者の所業とのそしりは免れません。もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。テレビ映りだけを意識して心象膨大のパフォーマンス、選挙目当てで国民不在、所属政党コロコロ変える、対案なしで何でも反対、やることすべてがブーメラン、もう悪夢は絶対見たくない。皆さん、やじってる場合ではありません。